女性の広報散乱 X 線画像広報散乱 X 線検査装置とは、医療画像処理の応用技術の一種。保安検査の身体検査技術として注目されている。X 線検査装置が X 線の透過量の大小を測定するのに対し、広報散乱 X 線は、検査対象ものからの反射の大小を測定する。身体検査用の透視装置としては、 後方散乱 X 線検査装置のほかミリ波を利用したミリ波、パッシブ撮像装置がある。コンプトン効果による X 線の散乱後方散乱、X 線検査装置は、X 線のコンプトン効果を利用したものである。つまり、ガンマ線などを細く絞って、検査対象物の一点に当て、跳ね返ってくる、ガンマ線の強さを測定する。 原子番号が小さい物質はガンマ線を強く反射し、原子番号が大きい物質はガンマ線を吸収してあまり反射しないので、検査対象物全体を操作し、反射されるガンマ線の強さの大小を濃淡で表して画像を作ると広報散乱 X 線検査画像となる。後方散乱 X 線は薄い物体を透かした中の物体の表面を見ているため、 放送の中身の検査が容易である。それに対して、一般の透過 X 線は、原子番号が小さな物質をほとんど素通りするため有機物の画像化が困難であり、また、複雑な構造の物体では、内部の構成が重なった画像となってしまう。広報3ライン X 線検査装置は、特に爆薬や麻薬などの検査に適している。 後方散乱 x 線と透過 X 線を組み合わせて画像をカラー化することも行われている。ミリハスキャナーでは3次元画像が得られるのに対し後方散乱 x 線検査装置では一般には2次元画像しか作れない。そのため空港などでは物の両面を検査する。後方散乱 x 線を検査装置として初めて商業化に成功したのは スティーブン・スミスである。スミス博士は1992年に、セキュア1000全身スキャナーを開発し、特許を取得して、ラピスキャンシステムズ社を作った。その後、数社が、業界に参入して、空港などに納品している。アメリカンサイエンスエンジニアリング社ラピスキャン、システムズテック84広報産卵 x 線検査装置は、 コンテナやトラックの高速検査装置としても使われている。原理的には船舶の検査にも使える。アメリカやイギリスではデルタ航空機爆破テロ未遂事件の影響で空港の検査体制を強化している。アメリカ国土安全保障省の運輸保安庁は2010年1月現在、広報産卵 X1000 検査装置を19の空港に40台設置している。 これに対して、プライバシーと健康の面から抗議の声が上がっている。この装置を使えば、服を着たままで、武器形態などをチェックすることができる。しかし、簡単に全裸に近い画像が得られるという問題がある。そのため、アメリカ自由人権協会は、この装置の利用に反対している。アメリカ合衆国会員は2009年6月。 この技術がプライバシーを信頼する可能性があるとして主要手段としての使用を禁じる法案を可決している。また電子プライバシー情報センターは2009年11月に装置の情報開示を求めてアメリカ国土安全保障省を提訴している。イギリスの新聞ガーディアンはこの装置の画像が1978年イギリス自動保護法の自動ポルノに触れる。 可能性があるため、18歳以下の撮影が除外されている、と報じている。広報3 l x 線検査装置による X 線の照射量は、胸部 X 線の600分の1ほどである。米国健康物理学会は、広報3 l x 線検査装置での1回の検査で、約0.05マイクロシーベルトの X 線照射を、 受けると報告している。アメリカンサイエンスエンジニアリング社は0.09マイクロシーベルトと報告している。米国標準局は1年1 0マイクロシーベルトの照射を受けても生命に全く影響がなく、同じ検査装置からの照射は年に250マイクロシーベルトまでなら問題がないと述べており、 広報産卵 X 線検査装置の照射はこれらの値よりもかなり小さい。ただし、欧州委員会などから作られている検討委員会は妊婦や子供への使用を避けるべきだと報告している。ありがとうございます。